神様と仏様は何が違う？はい、まずそもそもあの一般的に言われている神様っていうのは全部存在してませんよ。神様は存在してる。一般的な言われている神様ってやつね。例えば天照大御の神はどうだとか、それからどっかそこすぐここにあったけど神社、そこにあいるっちゃいないっちゃ違うな。神はいなくて、実はあそこに悪鬼魔人が入ってるっていう、そうそういったのが簡単かな。だから大概普通に言われてる神様っていうものは、そこに神がいるんじゃなくて悪鬼魔人がその中に入り込んでる。でこれは目に見えないんだけど、この間もちょっと話した話に通じるけどね、その次元が最低でも 10から13ぐらいあるって言うんだよ。11って言ってたかな、あの今のこのしかも最先端の理論物理学の話ですよ。最先端の理論物理学でその弾き出した計算値によると、この宇宙そのものにも我々が全く触ることもできない、観測もできない別次元がほぼ10ぐらいあるわけよ。で仏、おそらくね、これはここから先は推論なんだけど、仏様はこの世に10回存在するって言ってんだよね。もう3000年も昔に、10種のその世界が、だからほぼ同じこと言ってるわけですよ。ほんでその中にはそのあの尊い、今言ったようなその尊い次元もあれば、それから誠にこの尊くない苦しみと、その苦しみだけじゃない、なんだろう、その怨念とか人をその不幸にしてやるとか、そういうものがうごめいてる、そういう次元と、そういうものをまあこう上から下合わせて10個ぐらい存在してるって仏様は言ってんだよね。ほんでその今言った悪鬼魔人中のは、そういうその地獄界とかガキ界とか畜生界とか、あ畜生はいるんだこの世に、同じ三次元空間にいるんだよね、修羅界とかそういうところにそのどうも住んでるらしいわけですよ。神っていうその悪鬼魔人、でもちろんいわゆる仏、まあキリスト教とかイスラム教が言ってるような神っていうのは存在しないけども、要はそのさりそうは言っても何らかのこの我々の目に見えない形で善を成してくれるっていう働きっていうかな、そういう存在主張も本当にいるんだそうですよ。これを初天善人って、漢語で言えば初天善人って言い方するんだよね。そういう意味で言えば神っていうのはいるわけだ。天界っていうところに存在してる。だけどこれは実は一つのお約束のことがあって、その宇宙崩壊っていうのは、存在っていうのはさっきカルマ説明したけど、そもそもが、慈悲、存在そのものが慈悲だったんだよね。もし慈悲がなかったら存在すらなかったわけよ。絶無、もう何にもない、慈悲。だから慈悲っていうものがもうその存在とイコールってことだよ。でそのそれは実はよくよくそこの慈悲存在をずっと言ってみたら、三神如来っていうそのある人格を持ったあの王神如来っていう方がこう語られ出したわけだね。そしたら実は存在っていうのはそのまま三神如来というその存在であったっていうことなんだよね。まあここはね、まあさらっと聞いといてもいいね。自分が悟らない限りここはこうここで理解するのは無理だから。いずれにせよその宇宙の根源の部分のところに存在があって、その存在は慈悲であって、慈悲があるからずっとこう存在し続けてきて、そしてその全ての主張というか、まあこう心を持った者たちはみんなその究極的には宇宙そのものとこう一体化するっていうことを根っこのところではみんなそれを望んでるわけですよ。実はどんな生物もみんなそれを望んでる。ところがその幸福、もともとはそうだったんだよ。存在っていうのはさっきも言ったように、我々だって存在してる限りはもともと存在してたんだから、ただずっと変化してきて、今まあこの今の我々が住んでる宇宙で言ったら138億年の経緯して今ここに
ただ一つの元素が集まってるだけじゃん、うん、でっかい大福が、そうそうそう。でもでっかい大福っていうのはさ、元を正せばこの今俺たちが住んでる宇宙でいうと、最初はもう本当に素粒子の、うん、本当にあるもう極小の一点だったわけだよね。それがドカーンってきたじゃないですか。でそのドカーンって138億年経って今ブワーって広がってそのブワーっとほんの一個一個がここにこうだから初めからいたわけだよ。あのだから本当に10のマイナス何乗みたいな書くじゃんよ。本当に1秒の 何十分の何百万分の1っていうその時間の経過の中にありとあらゆるものが形成されてったわけだよね。今の我々をこう作る全てのものが、でそれはずっと存在し続けてきたし存在し続けるわけだ。でそれがたまさか今こう形成してるだけのことが、これを仏教では化和合って仮に和合してるだけだと。でそれはまたこう崩壊してまた元素になってバラバラになってこう溶け込んでいくわけじゃんか。でそういう動きの中で全ての存在はそういうこの本源的な、うん、まあふるさとに簡単にふるさとに帰りたいわけよ。一番のその慈悲の大元に帰りたいっていうもう本源的に持ってるわけだね。それをまあ仏様はそのことを悟ったとか見抜いたわけだよ。でそれをまあ名前つけたら成仏っていう言い方なんだよね。成仏っていうことが要は宇宙の本源的な安息の状態に戻る。でそのどうしてもね神を説明すると神とその魔法を説明するにはどうしてもこういうことを説明しないとあれなんだけど、そういう存在の中に必ず光があれば闇があるように存在している限りは必ずそういう慈悲としてあの働く方面の動き、そ、まあ、そういう物質っていうかそういう存在と暗闇っていうかな、こうネガティブな方へ落とそうという存在が同時にやっぱり存在しちゃうわけですね。これはもう仕方ない、光があれば必ず影があるっていうもう道理から言って、その陰陽があれば陰がある、このこれがブラッカーの働きしてるのが魔っていう連中なわけよ。で表っ側の働きをしようとしている究極が仏っていう存在で、その仏様がその主情を救済しようとしていることに合致させていくために神っていうのがそういう働きもあるって言うんだよね。こういういろんな教えって、うん、仏仏の教えですか。全部元教えじゃないんだ。そのマイナスの方に引っ張る者たちが宗教とか教えを立ち上げてるってケースがいっぱいあるから、まあほとんどそうだと言ってもいいね。あのなんか私たち普通の一般の考えだと、うん、神様がこう教えてくれてるみたいな感じじゃないですか。でも神様の仏の教えって大体作られてる。でも神様って言ったって見たことあるって話だよね。直接教え聞いたこともないんですよ。神から直接教え聞いた人っていないんだよね。いないですよね。そう結局いや、いい質問してるんだって。つまりね、突き詰めていくと神様じゃないですよね。そうなの、そうなの。古代人の妄想の産物なんですよ、神。神っていうなんかね、そう、漠然としたね、超自然的な仏みたいな神。仏っていうのは本当に歴史上実在した肉体を持ってお父さんお母さんがちゃんといて生まれた人で、教えいろんなこと、そう、本当に解いた人ですよね、うん、なるほど、うん、だから神っていうのは何、はい、民族によってみんな適当なこと言ってるわけですよ。例えばキリスト教の神と日本のその天正大臣は絶対相入れないんだよね。矛盾が濃くわけですよ。 それぞれが神を信じてんだけど、その日本の作った日本を作ったっていう天正天照総理の神っていうのはキリスト教の神じゃないもんね。でもそれぞれが天地創造の神って言ってるわけだよね。で矛盾してるってことはどういうことかというと、実は民族が勝手に自分たちの妄想で物語を作ったわけですよ。それが何百年何千年とずっと引いてきて宗教化しちゃっただけで、実体はないんです。ないんだけど、今言ったその人をこの善に引っ張っていこうとしているそういう宇宙の働きっていうのは本当に存在してるんだって。しかもそれが ある人格を持った形の中でだよ。
そして人をその何としても足を引きずり落として闇の世界へ、暗闇へ引っ張ってやりたいっていう、そういう存在も本当にいるんだそうですよ。でこれをその見通した方が、仏が、それが諸天善人っていう働きが本当にあるぞと、そして魔という働きが本当にあるぞっていうふうに、まあ見抜いたわけだよね。で俺もつい1年ぐらい前までここがどうしても何か一つのこう宇宙の働きを魔というような表現で方便として言ってんだろうと思ってたけど、いや本当にいるんだっていうことが分かってきたわけよ。それがさっきの話みたいに、本当にその動いとっつかれるわけですから、何者かがとっついてなきゃできない、出ない現象が起きるわけだから、これは錯覚でも妄想でもなく本当にいるんだと、ね、その魔界のものっていうか、幽界とも言うらしいけど、幽霊の幽ね。でもその中で今大概どこの神社仏閣にもそういうその正当な仏様が本当に見抜いたところの善人っていうのはほとんどいない状況になっちゃってる。大概が神と言ってるんだけど、実はその社の中にはその何とも我々の次元からはその見えもしない、まあ見えたまに見える人もいるらしいけど、その何とも魑魅魍魎ですよ、変ななんか形した衆生がその赤い目してんだか青い目してんだか知りませんけども、この参拝来るやつの結局正気を食らうために実はいる、住んでるんだって。それでしかもそのご利益を与えるって言うんだよ。そう、その魂を握るためにで、かなったって思わせるわけさ。かなった、また行くわけだよ。で繰り返してるうちにもっと全体的に精気を吸っていくわけよ。ちょうど分かりやすく言うと豚の養豚場と同じなんだよね。あれは最後は食べるために飼ってる一生ペットちゃんとして大事に飼ってる豚ちゃんじゃないわけだよね。最後は首を落とすっていう目的があって、でも肥やすわけじゃん。それ食え、やれ食えって、それが魔の通力っていうそのご利益。実は最後はそいつの全てを持ってきたいがために与えるんですよ。でも全ての宗教はみんなこれよ。だから怖い、見抜けないんですよ。